どうもです今日はねトイレ掃除のことについて僕のちょっと思ったことをねお話したいと思います。でしっかりしたその始めた時期は覚えてないんですけどもだいたい半年前ぐらいやったと思います。去年の10月ぐらいからですねあのトイレ掃除をね毎日するようになりました。 あの休日ね定休日の日もトイレ掃除をするようにこうし,てしてきました。で、えー、ずっと続けているんですけども。 あのどういうことになったかと言いますとですねこれがね、えー、トイレ掃除が関係あるかないかっていうのは、えー、科学的な証明はもちろんできないんですけども、えー、4ヶ月ほど経ってからですね初めて4ヶ月ほど経ってから、えー、だから2ヶ月前ぐらいからですね、えー、車の運転をしてるとですねやたら青信号になるというあの走ってて「えここも青ここも青」ここも青ってちょっと逆に なんか、えー、こんな青になるかっていう怖いなみたいな感覚になるぐらい青信号が続いたことがあったんですね。で目的地まで何分やったら10分15分の間ずっと青やったんですよね。であれなんかやったら青が多いななんでやろうなと思っててほいで。 あのー、次の週また車を運転したらまた青ともちろん赤になる時もあったんですけども基本的に青が多いイメージですね、えー、普通走っててね、えー、青が多いなって感覚になることってあんまな,いなかったんですよね今まで僕の場合はねなかったんですけどたまにねあラッキーって思うぐらいのことはあったんですけどもやったら青が続くっていうのがこう続いてるんですよねね最近は、ね、それに慣れ慣ててきてね あのまあ赤もあるんですけどもあの普通になってきたんですけどもでんでかなと思って何が変わったかなと思ったらあ俺トイレ掃除毎日してるなっていう風に思ったんですよねで。これは精神衛生上かななりいいなと思ってその赤信号を待つ のよりもねあの青の方がいいんでねあのそれはトイレ掃除のおかげかどうかわかんないんですけどもなんかそれが関係あるような気が、えー、僕の中でしているっていうところは、えー、ありますねなんかそのトイレ掃除するといろいろねあの後あ,ありましてですねそのすごく売り上げが上がったりとか えー、お金が貯まったりとかすることは基本的にあまりないんですけども、えー、必要な必要最低限のお金はお金の売り上げは、えー、しっかり上がるようになる毎週毎週ね、えー、しっかり、えー、最低こんだけ上がってほしいっていうのよよが上がるとで調子いい時はもうちょっと上がるんですけどもでそういうふうになんかそのお金に気分的に困らないというか、えー、精神的にちょっと安定するというかね お金が安定するから安定すすするるんんででけども、そういううういい感じににななってかと思よね。だからトイレ掃除をすることによってね心の安定を得られてるんじゃないかなというふうに僕は思っていますというかちょっとねまだ6ヶ月ぐらいなんでねもうちょっと続けてみないとわからないんですけどもあのなんかそのそういう感じがある感覚があるんですよね。 であのー、もちろんね欲をかいてね自分がこうなりたいからトイレ掃除をするっていうんではなくてですね 淡々とですね毎日コツコツとコツコツっていうか毎日その何も考えずにね、えー、ルーティーンとしてトイレ掃除を続けるっていうその姿勢がいいんじゃないかなというふうに思います。でたまたま何かいいことがあったらラッキーぐらいの感じでトイレ掃除をするとですねあのいいんじゃないかなというふうに思います。今はねほんで最初はねあのトイレ掃除邪魔くさいけどまあ、続けてるし続けようかっていう時もあったんですけど今はねあの トイレ掃除すするの好きです、ね、なんかこう落ち着くというかもっと綺麗にしてやろうみたいな感じがあったりとかねもちろんお客さんが使うトイレなんでね綺麗にするんですけどもで家族が午前中してで僕は夕方にするっていう形で2回トイレ掃除をしてるっていう形ですねでそういうふうに、えー、毎日ね、えー、続けておりますでトイレ掃除のその効果っていうのはねあのー、分かんないですけども、えー 小林誠官さんですねの本を読んでトイレ掃除をするようになったんですけどもその小林誠官さんもやっぱりそのトイレ掃除をしっかりするとですねあの臨時収入が入るとかいうことが。 言ってはりましたね本の中で、ね、だからそれはね僕は今んところないんですけどもそれも別に期待してないですけども、えー、お金がその必要最低限でもいいから、えー、ちゃんと自分の中にあるっていう状態があればね、えー、ちょっと心の安定にもつながりますんでね、えー、そういう意味では通り掃除はまあこのまま続けていこうと、えー、何もなくても続けようっていう感じもありますけども、えー、なんかね あのちょっとねトイレ掃除の話をしてみたいなと思ったんでえ今日はさせていただきましたまあ、えー、おすすめするわけじゃないですけども何かあの何もやることがない時なんかはねトイレ掃除をしてみるのも一つなんじゃないかなというふうに思いますで絶対欲を書か,かないようにしてくださいということで今日はトイレ掃除についてお話しさせていただきました今日の動画は以上となりますありがとうございます